おはようございます。ナイトガンダム物語大いなる遺産2日目です。あのね、レベル上げてた私と実況と撮ってないところで、で今ねすごい感じになった。レベル10にしたの。ほらすごいっしょ。 HP52、 レベル4だったのを撮ってないところでレベル10にしました。うん、だらだらレベル上げしてる動画とかクソつまんないだろうし、だからといってレベル上げないとさすぐ死んじゃうじゃん、テンポ悪いじゃん。だからレベル10にしました。ですごいのこのバズって魔法がね、敵の頭上で爆発を起こして全員有効、これ全体ダメージの魔法を使います。うちのガンタンクは。はい、ということでなかなか死ににくくなったかと思います。でね、レベル上げしてる時にね、北の方に村を見つけたので行ってみようと思います。まだ行ってないの見たけど、左に洞窟があるけどスルーします。多分瞬間的には左なんだろうけど、はい来た。当て札を読んだ。パルタってところに行きました。パルタまだ来てない、来たことない。強そうだって、ありがとう。じゃあ情報集めしよっか。いや、情報集めの前にあれだよ、武器買おう。お金はたくさんあります。買う。魔導士の杖が強そう。鉄の剣、待って、防具屋さんも見よっか。まず防具だよね、防具強い方がいいもんね。須田船は出ないよ。あ、まだか、まだ船は出ないよ。防具屋で売ってる、分かった。防具屋っていうのはこれかな。これは防具だ。防具屋、鉄の鎧、鉄の鎧と鉄の盾が欲しい。あ、買える買える。ガンダム今何持ってんの。装備で、革の鎧、革の帽子、今革装備なんだ。じゃあ新しいの買っちゃっていいかな。買う。鉄、あ、革が150円で鉄が600円だから鉄の方が断然いいね。鉄の盾もう持てない。防御が23が28になってどう上がったんだ。
でも持てないの？川の鎧をガンタンクにあげよう。薬草売ろう。よし。で、ガンダムも持ってる。川の鎧をガンタンクにあげる。で、ガンタンクが。これいくつになりました表示出ないのかな。不便だね。道具屋で船のチケットが売ってるそうです。まずこいつに話しかけるか。お主がナイトガンダムなのか。え、名前有名なの。まあいいや、やるかな、やらない。え、ここ酒場。あ、これ道具じゃないんだ。道具が入ってる瓶じゃなくて酒の瓶なんだね。うん、回復とかの瓶だと思った。道具屋はこっちだ。袋だ。チケットまだ売ってない。分かった。ねえ、村人とお話しした方がいいのかな。それとも途中にあった洞窟。盗賊が住んでる町。じゃあ次は盗賊の討伐かな。誰もいない。清掃ありがとう。よそ者です。ワンワン。あ、警戒された。ごめんね。この犬を手なずけてなんかイベントが進行するんだね、きっと。これで全部見たかな。話しかけたっけ。まだ出てないよ。怪しいと思うところを調べろ。調べる。何もない。壺とか見つけた方、見つけるじゃないや、いじった方がいいのかな。川の鎧を発見した。
これいちいちさ調べるコマンド出すのがだるいんですけど、いやだるいぞ。あ、いたいた、誰かいた。3回押さなきゃいけないんだけどね。何が襲われる。今ピロって言った。今のピロはさ、フラグが立ちました。オンかな。ああ。見つからないと腹立つね。1、2、2回か3回押さないと調べられない。3回だ。メニュー開いて選んで選択。他のゲームだったらさ、丸ボタン1回押すだけで調べられるのに、3回押さなきゃ調べられないんだ。カード出すいっぱい持ってるんだ。よかったね。私もカード出す欲しい。道具屋の、あったあった、カード出す。これだよね。やる。懐かしい、懐かしい。やる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 。人間キャラのカードもあったよね、これ。人間がつい、人間キャラのカード持ってたよ、これ。何これ。バカプールってなんだろう、知らない。ダメだこれ、永遠とやっちゃう。ナメクジ？カード出すどこで見れるんだろう。これ持ってる、さっき出た。バルタン星人みたいなの出た。え、これジムスナイパーなの。マジで。あ、楽しかった。どうぞ。アルバムでいいのかな。お、いっぱいある。ガンキャノン。え、これガンキャノンなの。ガンキャノンこんなんじゃなくない。まあいっか。よし。はあ、じゃあ2つ目の街を探索したということで、今日はこれくらいで終わります。